中はね、こんな感じです。美味しそう。はい、どうもこんにちは、ケニョロケンです。今日なんですけども、以前ね、紹介したこちら、イワノのホットサンドメーカーを使ってね、ホットサンドを作ります。どんなホットサンドを作るかっていうと、こちらね、材料見ていただければわかるかと思うんですけども、BLT ホットサンドを作っていきます。BLT は、ベーコン、レタス、トマトの略ですよね。サンドイッチなんかではすごい定番かと思うんですけども、今回はそれをね、ホットサンドにしてみます。材料はこちらになります。先ほどね、ちょっとちらっと見せたんですけども、食パン、そしてベーコン、レタス、トマト。これがね、メインの具になっていきます。あとはソースとして、マヨネーズ、ケチャップ、あとマスタード。本当はね、ディジョンマスタードっていうこの種の入ってないタイプのマスタードがいいんですけども、うちになかったので今回はね、種ありのものを使っていきます。あとはね、パンに塗るバターですね。はい、それでは早速作っていきます。まずはね、マスタードから入れていきます。マスタードはだいたい小さじ3分の1ぐらい。で、マヨネーズは小さじ 1.5 ぐらい。そして、ケチャップは小さじ1ぐらい。はい、これはね、混ぜていきます。はい、これでソースは完成です。はい、次ね、トマトを切っていきます。トマトは、まずね、ヘタを取って、で、薄切りにしていきます。で、トマトなんですけども、たくさん入れるとね、美味しいんですけど、入れすぎると、この、汁がね、出てきちゃうので、ちょっとね、今回は薄めに切って、挟む量をね、ちょっと少なめにしようかなっていうふうに思います。はい、次にベーコンなんですけども、こちらは挟む前にちょっとね、カリカリに焼きたいので、一旦ね、こちらのホットサンドメーカーを使って焼いていこうと思います。このイワノのホットサンドメーカーは、これをね、分解することができるんですね、2つに。で、こちらのロゴのない方、こちらを使って、ベーコンをね、炒めていこうと思います。はい、それではね、火をつけて、はい。で、こちら乗せておきます。はい、鉄板がね、熱くなってきたので、ね、ベーコン焼いていきます。はい、じゃあね、そろそろ裏返します。いいですね。両面ね、しっかり焼けたので、火から下ろしてあげます。はい、あとね、こちら、ベーコンをおろしたら、ちょっとね、汚れてると思うので、ちょっとね、軽くキッチンペーパーで拭いてあげます。こちらね、フッ素加工がされているので、軽く拭くだけでね、結構綺麗になります。はい、それで下準備が終わったので、ホットサンドね、作っていきます。まずはね、こちらのパンに、ね、バター塗っていきます。で、ポイントなんですけど、やっぱこれね、耳の部分をね、カリカリに焼けるホットサンドメーカーなので、耳の部分にね、しっかりね、塗ってあげると、本当にカリッと焼けて、ね、美味しくなります。はい、で、これ濡れたらね、これ反対にひっくり返してあげます。よいしょ。この焼く面にね、バターをしっかり塗るっていう感じです。はい、次ね、具を乗せていくんですけども、BLT サンドを作る時の基本として、水分のあるものはね、なるべくパンと接しない方がいいので、レタスからね、乗せていきます。ね、食べた時にレタスが全部出てくることもあるので、ほどほどの大きさに切って、ね、並べてあげます。あとね、レタスはしっかりね、水気、キッチンペーパーなんかで拭いてあげるとね、よりいいかなというふうに思います。はい、次にね、水分の多いトマトをね、乗せていきます。トマトなんかは、結構たくさん乗せた方が美味しいは美味しいんですけどね。あんまりね、水分がたくさん出るとね、挟んだ後に汁がポタポタ垂れちゃうんでね。ほどほどにしてあげましょう。そしたらここでね、ベーコン乗せるのではなくて、ソースをね、塗っていきます。これもね、やっぱ水分になっちゃうんでね。これもたくさん塗ったら美味しいんですけども、ほどほどにしてあげましょう。はい、そして、ね、最後にベーコンを乗せてあげます。こう乗せてみるとね、もう一枚ぐらいベーコンあってもよかったかなって感じがしますね。はい、そしたらね、もう一枚の食パンにもバターをね、塗っていきます。はい、あとはこれをね、サンドしたら、
あとは焼いていくだけです。これもね、もちろんバター塗った面をね下にしてあげましょう。はい、こんな感じになりましたね。じゃあね、早速挟んで焼いていきます。よいしょ。お、ちょっと落ちちゃった。ちゃんとね、しっかり合わせて、あと、ね、トマトなんかもね、はみ出ると、まあ、汁出ちゃうんでね、しっかり中に入れてあげましょう。でね、閉めていきます。はい、それでね、火をつけて焼いていきます。はい、2分ぐらい焼いたのね、ちょっとね、一回ね、見てみましょう。よいしょ。お、いいですね。はい、じゃあね、このまま反対側焼いていきます。はい、反対もね、2分ちょっと焼いたのでね、見てみましょう。おお、いいですね。いい色に焼けてます。じゃあね、もう火から下ろします。はい、それではね、こちらに取り出していきます。よいしょ。これはね、蓋がこう取れるんでね、こう取り出しやすくていいですね。はい、はい、じゃあね、早速ね、半分に切って食べていこうと思います。中はね、こんな感じです。美味しそう。これチーズなんかも挟んでもよかったかな。めっちゃ美味しそうですね。はい、こちら完成しました。じゃあね、いただきたいと思います。すごいね、中のトマト。美味しそうですね。はい、でこちら食べようと思うんですけども、すごい熱いんで、こうキッチンペーパーなんかでね、こう挟んであげるといいんじゃないかなって思います。はい、こんな感じですね。じゃあいただきます。うん、うん、あ、美味しい。トマトが美味しい。やっぱりジューシー。うん、ベーコンもね、やっぱり、ね、ジューシーで美味しいですね。あとレタスなんかも火が入ってね、ちょっと柔らかくなってるんですけども、ちゃんとね、シャキシャキ感があってね、いいですね。はい、というわけで今回こちらBLT フォトサンドをね、作ってみました。今回作ったものなんかもね、見ていただいた通り材料なんかも揃えやすいですし、簡単に作ることができるのでね、ぜひね、作ってほしいなというふうに思います。まあ、今回作ったね、レシピの方は下の概要欄の方にまとめてますので、ぜひチェックしてみてください。ぜひね、このフォトサンド作ってほしいんですけども、もし作ったらね、県のキャンプ飯というハッシュタグをつけて Twitter やインスタの方に投稿していただければ、僕の方でいいね押しに行きますので、ぜひね、感想とともに投稿してみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、参考になった、またね、こちらの BLT ホットサンドが食べたくなったって方、ぜひね、グッドボタンの方をお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。